はい、皆さん、こんにちは。はい、こんにちは。ラジオの時間です。今日はね、言いたい放題チャンネル。はい。だか安藤くんも言いたいこと考えていってほしいし、俺も言いたい放題。そう、るの。無茶ぶりだ、ちとますよね。はい。で、俺も言いたい放題はね、あの、いっぱいあるんだけど、じゃあ、先に俺から行くよね。で、まあ、うん。今日あの、テレビ見てて、昨日、今日とね、トラさんのね、50周年見てて、3分ラジオでも行ったんだけどね、昔俺ね、映画をいっぱいね、あの、考えて、残念だけど、映画はね、 あの、今、ある監督と仲良くてね、あの、作ろうって言ってたんだけど、テレビ番組ばっかりになっちゃって映画作んなかったんだ。そんな話もしたいなと思ってますね。まあ、あの、風天のトラね、死んじゃったんでね、続編もうないですけど、そんな話で言いたい放題チャンネルのね、安藤くんなんかも考えてもらっとる間に俺もやろうと思ってんだよ。はぁ、俺に嘘をし、待ってね、おなんかすごい感じです。大丈夫ですかいくよ、言いたい放題チャンネル。 でね。はい。どんなのかっていうと、あの、トさんのね、あの、ストーリーを何度俺が考えたっていうか、まあ、要するにあそこらのグループたちが大いさせっていう、あの、三宮橋の、あの、居酒屋に来てて、はい。それで、あの、いろんな話をしてて、例えば三丁目の夕日のストーリーとかね、うん。あの、要するに西岸良平の原作だけど、あの、映画のやつのワンは俺の話だったっていう話ね。それで、トラさんの話もしたんだよ。はい。それで、あの、俺持ってんだっていう話をしてね。うん。で、 あの、今の風体の寅さんは、はい、残念だけどもう死んじゃったでしょうん、だからの続編作ってもね、面白くないの。うん、で、やり方が一番気になるなのは、昔の寅さんのやつを繋げて新しい映画にしてるって。これは俺ダメだって言ったんだよね。はい、だから、寅さんの顔を出さなくても、寅さんがいるように、映画って作れるんじゃない、うんはい、それで最後にお兄ちゃんお帰りってとこで、桜が行って終わろうっていうのが、俺の考え方だったんだ。ん。だけど、やっぱり映画の方は、 あの息子が有名な役者になったからね、うん、息子役の猫がね、うん、孫だ、まあ、息子かな、うん、だからそれを中心に展開して、後藤組美子を出して、ああこれは失敗だと思った、うんうん、まあ五組は五組でいいんだけど、やっぱりね、ちょっとしかない、風天のとらぬねあのあの、インパクトには勝てないと。はい で、俺がね、もう一つの話をしたのは、長峰監督っていう監督がいたの。これ、カルト的な有名な日本の、はい、の B 級と言ったらいいのが、あの、の監督なんだけど、はい、で、それと俺はね、あの、テレビで、将棋の番組作ったりとかね、<ー>マジルバックの番組作ったりとかしてたんで、あの、それは NHK でね、要するにやっとなったんで出てきた、ディレクター。はい。優秀だよ、やっぱり映画やった人する、ね、ちょっとね、困ったことがあったのは、はい、やっぱりさ、 あの大きいお金を使ってやる番組ってなかなか作れないでしょ、うん、そういう日本の人たちに。だから調子に乗りすぎちゃって、演出過多になったってのがあったんだけどね、だけど、その時にね、その人と話したのは、えー、とあのときだったら、うん、白いウルフって言われた、うんまあ水山関っていうお相撲さんもいてね、うんはい、一緒にみんなでね、池袋かなんか飲んだ<ー> <laughs> で、話した。はい で、ポカポンっていうね、あの、そうゲームがあって、頭ぶったたいてさ、首が飛んだら負けっていう。あれを相撲に見立てて、松山と俺がやって、全勝でした、俺。関係ない。全然言いと関係ないからね、言いたいことだよね。でね、その時言ったのが、昭和30年代、その当時の日本を描いて、俺が上野の下町でしょ メンコが流行ったんだ。はで、俺メン得意で、やっぱりさ、メンってギャンブルなんだよね。友達同士とメン戦って、勝ったら取っちゃうわけ。それで、俺がメン大将って言われたんだ。それぐらい強かったの。親父が教えてくれてね、メンコの勝ち方。親父卑怯なんだけど、まずね、メンの表面をローで塗るとか、ね。 それでやってね、俺が買ったでかい顔して帰ってくるんじゃないうん、そ俺とやろうと、俺の秘密へって、あいつ、うちの親父プラスチックの会社関係やってたから、うん、プラスチックで猫作れやってた、<laughs> 全然ひっくり返んねえんだ。げうん。でね、その猫騙しって話の映画を作ろうと。はいうん で、ストーリーはそのあの東京の上野の下町,、はい、下町でね生まれた子供が面子がすごい強いんだけど、うん、あの近所のガキ大将と戦ってさ一回負けないわけ、はい、ガキ大将がすごい悔しがるわけだよ。はいはい、それであの大阪から来たお兄ちゃんってのがいて、うん、金に明かして、うん、高い面子をいっぱい買ってきてさ、はい、それで戦いを挑んでくるわけだ。はい で、俺は、あの、みんな俺の友達がみんなめンコ負け、メン取られちゃうんで、最後仇に行くと。そうすると、卑怯者で、要するに俺たちが行こうとするところをさ、あの、なんだろうな、簡単に言うとさ、神社の横で待ち伏せしてて、俺を襲ったりなんかすると。でも負けないわけ。花木田少年は。で、おばあちゃんがさ、めン行くんだったらさ、また怪我すかやめなさいとか言われるんだけど、わかった、じゃああんた行ってらっしゃいってね、あの、新聞紙で兜を作って俺に被せて、5月5日のこの日にめンの勝負をしに行くっていうような、 面白そうでしょまあね。まあ、その時、まあ、要するにお金の考え映画なんだけどさ、うん、すごくね、そんなのね、考えました。それが、あの、長峰監督ね。で、あの、結構仮面っていうね、はい。あの、テレビドラマを作った人で、長い頃の漫画で、うん、まあ、あの、ちょっとエッチな漫画だった。それをね、テレビで、実写でやったきたの。で、結構仮面っていうのはすごく照れ屋なの。顔を見られたくない。はい。 スポンポンなんだけどねおうおう顔は誰だか知らないけど体はみんな知っているって月光亀塗ってあわってね <laughs> よくやったもんでしたよ。 まあ、そんなのがね、あったら言いたい放題ですけどね。なるほど。何が言いたいかっていうのはさ、工夫をすればいいのができるんだけど、変に背伸びしてさ、つまらないね。うん。あの、要するにの映画とかやったら作って日本に文句言いたいんだけど。ああ。なんか言いたいことあるなんか言いたいこと突然ですね、本当に。いや、前よやったらいいそうね。うん。えっと、まあじゃあ僕、全く話変わるんだけど。全然変わっていいんだよ。うん。あの、 僕ね、明日、治験に行くわけですこれ、あの、散歩ラジオってちょこちょこ話題には出てるんだけど。え、治験休暇ですかそんなんじゃないですか。治験ね。とうざいます。要は、あの、新しい薬を作るんで、人に入れても大丈夫かどうかみたいなやつを見るんですよ。見るとこなでよね。一応、何段階かを経ての、まあ、おそらく最終チェックで、おそらく僕がやるのは、薬を飲んで、それが何日でちゃんと血液が抜けるのかみたいな。 そういうのをまあ見るような感じでまあやってるんですね。で僕結構これいくんですよ。だからちゃんと節制して酒飲まないでこう飲まないわけですもん。今日飲まな飲まない飲まな人体実験会だね。まあそうそうで一応にちゃんと協力金がもらえるから僕は行くわけです。あいいね。事前検査でも三千円から五千円。入院すると結構十万か二十万もらえたりするのね。入院したこれ。何が痛いかというと薬作るのってやっぱり結構それだけ。 手間をかかるし、時間もかかるじゃないですか。だと思うよ。ね。ってなったときに、最近のそのコロナワクチン、これにはちょっと僕も言いたいなと思ってて、なんでかっていうと、突然じゃないですか、1年もたわずに市場に出てくる、僕、これ早すぎると思うのね。そうね。もちろん、のあワクチンの中身はなんだかんだっていうのは、いろいろあるんですけれども、とりあえず、その大事なステップを飛ばしてやろうってところが、僕はちょっと嫌いだなと思ってます。 なので僕は一応そういった意味では打たないっていうふうに言ってるんですね。うん、えただ世の中に打ちたいって人いるじゃないですか。いるいでだからまあ、それは全然自由なんだけれども、うん、僕はやっぱりその知見としてお金もらうなら打ちます、うん、と言ったんですよ。うん、はいはい。でそしたら、集団免疫にたたのりするのかと、お前らは金払えとかさ、言われちゃって。誰だね、ほんね。ほんとバカなね。 じゃあなたそういう自由に打つのはいいけれどもあとから何かあっても文句は言わないでねそこはちゃんと言っときたいだから結構ねマスコミだったりとかいろんな医者とかいろんな情報出してるんだけれども僕はねもうちょっと世間の人たちはちゃんと調べてで判断してほしいと思うで考え違う人に攻撃しないでほしいそうねマスクもそうだしなだけなんだからそうそう 僕は攻撃しないから、うん、本当にそれはやめてほしい俺は攻撃するよ。<laughs> 喧嘩しないと。攻が大からね。うん、まあでもね、老人知見ってのもあって、ね、65歳以上のあれでって言ってね、はい、でも65歳以上の人で知見をね、いくらくれるって言うんだけど、はいはい、ね。 でも、よく考えたら、薬飲んでちゃいけないとかさ、糖尿病の薬もだめだし、要するに何もだめと。結構探すの大変ですね。いないと思う、高血圧でもなんでも。だから血糖じゃって、肝臓だって、みんな薬飲んでんだよ。それでね、探すのってね、甘い。だったら、病気持ってる人を治すように危険してくれよって言いたいんだもんな、うん、ほんと言って、うジェネリックでもなんでもね、副作用があるかどうかなんてのは、お前のせいだろう、それで終わりじゃん。まあね というのは私の意見ですわ <laughs>、はい、かりましたでもお金もらえないよなもちろん,うん、うん、場合によっては僕血も取らずにもらってくる時もあるしいつもじゃんいあまりないよ最近多いだけで、うん、そ,うそうそう,そうまだだって入院してないでしょ一回も一回もしてない、うん、それでお金でも毎回もらってる毎回もらってるそう <laughs> 何 <laughs> 正直に僕やってるだけだよ料理に沿ってねでもさちゃんとさそういうことをしっかりとさ、うん、ね障害を持った人がどうのこうのとかさあと、うん、で言うんじゃなくて最初にちゃんと言ってくんないとさ,、うん、さ3000ぐらいくれるね5000くれた時もあったよね分れたれた、うん、その嬉しいよ行くだけで、うんうん、だけど酒飲めない被害,被害は30005000済まないぞとかいやそんなことないよそう俺は済ま、ね、僕はそのお金で飲みに行くんだからあそうかそうそう 不思議だ。不謹慎であって不思議だって、まあ、そってもいいですね。ということで、言いたい放題今日もね、行きました。言いたい放題はね、何言ってもいいからね、楽。ね。今度考えておいてね、い。かりました。そろそろ、魔法を信じる回ですよ。魔法信じるこれ一番人気なんで、やっぱりね。はい、はい。ということで、皆さん、また明日ね。さよなら、どうも。